しておりまますはい、まああの最初にね、MCU の話した後に、あとオートパーロットとか、ギガ・上海ギガ、ギガ・ギガテキサスね、あとギガ・ベルリンの話も、いつも通りね、ちょっとアップデートしていきたいなと思っています。今日もね、よろしくお願いします。この放送、初めて来られる方に説明しておくと、これはですね、私が独断偏見で、毎週日曜日に、えー、テスラ関連のニュースを皆さんにお届けするというライブ配信になっています。 毎週20時からやってますので、よかったらね、ライブ配信も遊びに来てください。ということで、今日ね、あの、本当はね、この最初にちょっと雑談タイムで、同時コイン、皆さん知ってますか、同時コインを使って、あの、テスラショップのアイテムを買えるようになったらしいんですよね。これ、あの、実はね、先週、アメリカの方でそれ始まったよっていうのをね、 皆さんにこうお伝えしたんですけれども、これなんと日本でも始まったらしいんですよね。えー、これねあの、テスラのこれサイトなんですけれども、こう日本にして、こうショップってところへ行くと、えっ、ー、とね、確か、パーカー、ー今私が着てるこのパーカーが同時コインで買えるようになったとかなんとか、あ、ほら、これこれこれ。<laughs> 見てください、同時コイン415同時で買えるらしいです。 私ね、今もう持ってるので、同じやつを。ね、あの、わざわざ別に買う必要はないかなと思って。ただね、あの、もう一個だけに、ね、あったんですよね、確か買えるのが。なんだっけな、T シャツかなプラット T シャツか何かがね、確か同時公イで買えるとか、あ、あれかなあの,あの、なんだっけ、フィギュアみたいなやつだな。ミニテスラ。えー、これだ。はい、モデル3のこの、ダイキャストモデルのフィギュアが同時公イ 1140同時コインで買えるらしいです。はい。まあ、ちょっとね、こ、え、れ、ー、買いましたみたいなので、ちょっとネタでやってもよかったんですけど、まあ、今日はちょっとね、時間がなくて準備できなかったので、また今度の機会に行きたいと思います。はい。じゃあまあね、ちょっと雑談はこれぐらいにして、早速、今日のニュース、始めていきましょうか。ね。はい。よろしくお願いしますね。で、今日、一発目はこちら。はい。じゃん。 PS4 に匹敵するほどの性能を持った MCU 搭載開始というニュースなんですけれども、はい。まあこれね、あの、前々からね、ニュースで取り上げてる、いわゆる MCU3 ってやつですね。で、ゼン APU が入ったマシ。APU っていうのは CPU と GPU が統合されたワンチップに入っているものなんですけれども、そのゼンベースのチップに変わった MCU に、 今後ね、モデルスにもなりますよっていう話なんですけれども、今回ね、この中身を分解してみたみたいな記事を見つけたので、せっかくなのでちょっとね、皆さんと一緒に見ていければと思っています。まあ、こういうサイトなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、これ MCU 単体です。これ、こんな感じなんですよね。うん。で、この上の管、何かっていうと、これ、冷却用のフルードを入れる、まあ、あの、水冷 の管ですね、はい、MCU とそれからすぐ裏側にあのテスラの場合はですね全ての車両においてオートパイロット用のコンピューターそれから MCU のコンピューターがこうサンドイッチされてるんですねでその間にこの冷却用の、ま、板みたいなのがあってその管ですねそれがちょっとボコって上出てると、まあ、だからあのコンピューターの冷却もね あの、しっかり考えられてるっていうのが、まあこれ面白いっていうかすごいですよね。はい。で、まあこれ画像がばーばー出てるんですけれども、まあ,あの結論から言うとですね、これは今回 45W の、まあライゼンベースの APU がまずこっち側に入っていましたということ。で、さらに GPU のボードも別であって、ここに、まああの、いわゆる PS5、 に匹敵するほどのグラフィック性能を持ったチップが搭載されてましたということなんですけれども、まあ、あの、このね、あのチップがテスラオリジナル、まあ、テスラのこの MCU 用にカスタマイズされた GPU らしいんですよね。で、性能としては10テラフロップスの小数不動、不動小数、えーけ、えー、なに不動小数演算ができるチップと。 いうことで、まあ、あの、なんかね、あんま詳しい型番とか、私はそこまで知らないんですけれども、まあ、CPU は全プラス、まあ、全ツーっていうのが最新の,の CPU らしいので、全ワンプラスっていうね、ものをベースにした CPU。それから、GPU の方がどっかに書いてあったんですけれども、えー、なんかね、あのー、名前があるらしいんですけど、えー、ナビか、ナビ23。 っていうのがベースになっているらしいです。はい。でねあの、興味ある方は動画があるんで、YouTube でね、ぜひ見てもらいたいんですけれども、分解してる様子ね、これ面白いんですよね。はい。でこんな感じで、あの、この、それぞれの、なんていうの、コネクターが何のコネクターなのかっていうのも、この動画内で説明してくれています。はい。まあ、ここはデバッグ用の USB ですよとか、ここ電源ですよみたいなとか、ここはあのディスプレイ用の ですよとかあの、なんかね、他にもいろいろ言ってたんですね。うん。なんで、ぜひ見てみてください。あの、まだ使われてないコネクターとかもあったりして、将来的にこのサイバートラックとか、いわゆるさらにその先の車用の拡張ディスプレイ用のコネクターもついてるんだよみたいなことも言ってたんですごい面白いですね。うん。で、これが CPU のボードなんですけど、これね、パカって取れるらしいんですよね。で、取ってる様子がね、あ、この辺ですかね。 はい。えっ、ー、と、あ、これ裏返しにしてますね。まあ、パカッとね、取れるんですよね。これ、パカはい。持ち上げるかなはい、こんな感じで。で、この、パカッと持ち上げたらすぐ下側にね、GPU のボードもあるんですよ。うん。あ、これね。はい。すごいですよね。完全にパソコンみたいな構成になっているということ。うん。 ですまあ、ただねこれ見て思ったんですけれども、まあ、これがね何かっていうと結局 CPU とそれから GPU は別のこう基盤についているんですけれども私が気になったのが、まあ、いわゆるまもなく日本に入ってくるモデル3ってこの MCU3 が搭載されているとは言われてるんですけれどもこの GPU が入っている MCU なのかどうなのかっていうのはちょっと どっちなんだろうっていうふうなことですよね。まあ、正直 APU っていうね CPU の中にもグラフィック処理性能が入ってるんで別にねこのグラフィックボードをつけなくてもある程度ね今よりサクサク動くあのコンピューターにはなってるんですよ。で多分これ分解してるやつはねモデル S プラットの MCU だと思うんですよね。なんでモデル3の MCU に このグラフィックボードが入ってるかどうかっていうのはまだちょっとわからないなっていうふうに思いました。はい。まあ、わざわざね、GPU 入れないバージョンを作るかって言われたらそうでもないかもしれないんですけれども、まあ、ただ差別化っていう意味で、だプラモデルスプラットの場合はサブディスプレイが後ろの方にもねあのリアリス、リアシートの専用のディスプレイがあったりとか、グラフィック性能が求められるような、うん、なんかゲームとか、 で画面構成になってるのでこれがついてると思うんですけどもしかしたらこれモデル3モデル Y 新型には入ってないんじゃないかなとちょっと勝手な予想をしてます、はいまあね、その辺も、ね、実際にモデル3の納車が、ね、この MC3 のが始まって分解してくる人も出てくると思うんでまた、ね、何かそういうレポートが出てくればこういう、ね、放送で紹介したいなと思います まあ、あと、この動画ね、やっぱり面白いと思ったのが、この冷却系統ですよね、これ。はい。これ、すごいですよね。これ、G、CPU を冷やす、まあ,あ、これ、ヒートシンクっていうかな。CPU のが左側、右,右側は GPU 冷やす用のグリースがたくさん塗られてますけれども、で熱くなったチップを、この水冷システムが冷やすと。もうだから、車の冷却システムと、このコンピューターの冷却がもう一体、 体になっているんですよねだからもう完全に何て言うかすちょっと感動したっていうのがやっぱりソフトウェアハードウェア全てもうトップダウンであの作られているんだなっていうのがすごくこれ見てるとわかりますはいまあねハードウェアも冷却コンピューター冷却するために作られていてでそのコンピューターは何のために必要かっていうと、えー、自動運転とか こういうエンタメ系を強化するために必要でっていうのはすべてつながってるのがすごいですね、うん。はい。まあこの辺テスラしかできないことなのかなと今思っています。うん、なかなかそこら辺の車メーカーはこういう考え方できないですよね。うん、はいというようなねまあ、ちょっとした動画でございました。 え、テスラホルダーの端くれとしてお邪魔します。あ,あ、こんばんは。皆さんね、今日もね、お越しいただきありがとうございます。こんばんは。ぜひ質問させてください。今、モデル3買い直すとしたら、スタンダードレンジモデルとロングレンジどっち選ばれますかと。まあ、私はロングレンジですかね。うん。ロングレンジで非常に満足してます。後続距離が長いんで。はい。さあ、じゃあ次のニュースです。テスラがオーディオ企業発売かということで、はい。皆さん、なんとテスラが、オーディオメーカーとして、 ヘッドホンを売り出すかもしれませんと、いうことなんですけれども、これね、面白いですよね。まあ、何でもやっちゃうのはこの会社って思うんですけど、思いついたこと、とりあえずやってみるかみたいなノリでね、やってるとしか思えないんですけれども、それがまたテスラのいいとこなんですが、まあ、あの、今回ね、このニュースなんで、あの、出たかっていうと、特許申請が出されたんですよね。で、オーディオカテゴリーの分野でですね、テスラというロゴ、それからテスラの T、 っていう、ね、ところが商標登録されたということらしいんですよ。うん。で、多分ね、ここの氷を出すとしたらヘッドホンなのか、それから、なんだろう,そうそ、ポーダブルスピーカーなのか、家用の、ね、サウンドバーなのかはちょっとまだわからないんですけれども、何か来るかもしれないという噂が出ています。で、テスラのね、この、 オーディオシステムっていうのはですね、すごく評判がいいんですよね。私も普段からモデル3に乗ってるんですけど、モデル3のオーディオめちゃくちゃ音いいんですよ。めちゃくちゃ音いいです。もうなんかね、家とかヘッドホンとかイヤホンとかで音楽聴より、車の中で聴いてる音楽一番気持ちよく聴けるんですよね。はい。低音が下から湧き上がってきて、まあ、まっすぐ前から。 クリアな音がパンと、解像度高い音がパンと耳に入ってくるって感じなんですけど。で、モデル3の場合はですね、スタンダードレンジとロングレンジで、ちょっとスピーカーの数違うんですけれども、スタンダードレンジでも十分いい音がします。はい。かなりサラウンド感があって。で、これですね、なんでこのオーディオシステムいいかっていうと、これ有名な話なんですけれども、バングアンドオルフセンとか、 まあ、有名なのがバンガンドールフセンのエンジニア、有名な人を引き抜いてきてテスラでね、オーディオシステムを作っているっていうようなことなんですけど、このね、2015年ぐらいから、このママ、マカスコフ、コフ、コフさんコヒさん多分ドイツ人の方だと思うんですけど、このバンガンドールフセン出身の方を引き抜いてテスラに迎え入れたんですね、6年前に。はい。とか、その他にね、そのアマゾン、 の、アレクサ、あの、エコ、アマゾンエコを作っている会社の人をヘッドハンティングして引き抜いて、オーディオチームに、エンジニアチームに入れたりとか、結構このオーディオのね、人材の部分にすごいね、テスラはリソースを割いているみたいでですね、まあ、こういう人たちのおかげでですね、めちゃくちゃ、ええ、いいサウンドが、まあ、聞けるようになったということなんですよね。まあ多分ここの技術を、 ほ他にも転用できないかみたいなところで、あ、ヘッドホン作れるんじゃねみたいなノリでテスラ <laughs> なんか作るみたいな感じらしいんですけど、まあね、車作ってみたり、ソーラーパネル作ってみたり、ロボット作るって言ってみたりね、まあ、忙しい会社だなというふうに思いますけど、まあ、ね、あのー、こういうね、デキャンタとかね、ノリで作っちゃう会社なんで、こういうやつね、はい。まあ、あの、ヘッドホンとかね、 スピーカーとか、ポータブルスピーカーとか作ってもね、全然不思議じゃないなというふうに思いましたね。はい。まあ、ちょっとね、出てくるの楽しみに待ちたいと思います。はい。ハリアの JBL とどっちがいいですかああでもハリアとか、ごめんなさい、乗ったことないんですけれども、まあハリアとかね、その s e のスピーカーとか、JBL のスピーカーもいいと思うんですけどね。ちょっと乗っ,て乗ったことないんでちょっと比べられないんですけれども。 とにかくモデル3の音質はめちゃくちゃいいってことだけお伝えしておきます。はい、バンガードルフセンのイヤホン持ってます。高音質です。ああ、そうなんですね。バンガードルフセンってなんかすごいいいですよね。音質が全体的に。あとなんかすごい高級なイメージがあります。私の中で。うん。デキャンタには何が入ってるんですかあデキャンタはね、これ、あのブランデー入ってます。ブランデー。はい。ちょっとテキーラあんま普段飲まないんでね。ブランデー入れてます。 はい、同じような色なんでね、合う,合うかなと思って。はいということで、次のニュースです、3つ目、テスラボットは分散型システムを採用ということで、皆さん、これ、テスラボット、ね、あの世間をにぎわせた AI 例でイーロン・マスクがドヤ顔で発表したテスラボット、まあ、人型ロボット、ヒューマノイドですけれども、テスラが、まあ、あのそのうち作るよみたいなことを言いましたね。 で、この中にはですね、今、モデル3、モデル S、まあ、テスラ社に入っているオートパイロットシステムが、このロボットの中にも同じように入って、まあ、このオートパイロットシステムは周りの環境を認識するっていう意味で長けてるので、ロボットにも使えるよねってことで、これね、あの、ヒューマノイド型にも転用みたいな流れで、こういうふうなこと言ってるんですけれども、まあ、あの、こういうね、人型ロボット、 等が出てくると大体皆さん想像するのがターミネーターじゃないですかでこういうのをターミネーターとかあの i ロボットって映画皆さんご存知ですかねまああれ AI が暴走して人間を襲ってみたいな流れなんですけれどもまあそういうねあの反逆ロボットが人間に反逆するんじゃないかみたいなことを、まあ、心配しますよね で、イーロンマスクも AI はすごい危険だっていうふうなことをずっと前から言ってるんですよね。そのターミネーターみたいな未来が来ちゃうよみたいなことを言ってて、非常に注意しながら使わないといけないということで、うんどうするんだろうっていうふうに思ってたんですけど、イーロンマスクの答えとしては今のところ、その AI はどこかの企業とかが、またはどこかのサーバーで一括でこう管理する、まあ、いわゆる なんだろう。ターミネーターで言ったらスカイネットみたいな感じじゃなくて、分散型のブロックチェーンみたいなね、えー、感じのシステムにしようみたいな風なコンセプトらしいです。はい。で、今回このテスラボットに搭載する AI に関しても、まあ、その分散型の AI を採用することになるだろうってことをイーロンマスクは方向性としてね、挙げています。あなるほどなという感じですよ。だからね、どこかのノード、 どこかの、まあ、サーバーのね、AI が暴走しても他の AI がね、まあ、あの、民主的、民主主義的にね、それを阻止するみたいなシステムになるということになるらしいですよ。まあ、確かにそれだったらね、まあ、まだスカイネットみたいなことは起きづらいのかな、みたいなのは思うんですけど、まあね、誰にもやったことがないのでどうなるか、まだね、あの、どういうふうなシステムになるかっていうのは、ちょっと読めないんですけれども、まあ、確かに、うん、どっかが行って、 一曲管理する AI よりは全然、なんか、不安は減りますねっていう風な話です。はい。まあね、このね、ヒューマノイドロボットがね、いつ実現するかはね、ちょっと、まだ全然わからない。5年後になるか、10年後になるか。でも割とね、このオートパイロットの FA3 システムの進化を見ているとですね、もう5年後には、このベータ版、プロトタイプのロボットが出てきてもおかしくないんじゃないかっていう風に私は思うんですよね。うん。 まあ、あと、イーロンマスクのスピード感、テスラって会社のスピード感を考えたら、もしかしたらもっと早くプロトタイプ出てきちゃうんじゃないかみたいな風に思ったりしますけどね。うん。どうなんだろう。すごいね。本当 SF の世界をどんどんイーロンマスク作っていくなっていう風な。まあね、あの、現代のスター、なんだっけ、トレなんだっけ、あの、アイアンマン。現代のアイアンマンですよね。本当に。 うん、スタークスタークだかなはいアイアンあの。アベンジャーズのさ。うん、あれみたいですよね、はい。まあすごいね。楽しみにしてます。この辺のアップデートもね。はい。じゃあ次のニュースです。まあオートパイロットつながりではあるんですけれども、まあね、とあるね、あの動画が出たんですけれども、えー、まあこの動画ですね。あ動画じゃないか。あのニュース。うん、で このニュースを私見た感想先に言うとですね、やっぱりオートパイロットっていうのは、本当に自分にも言い聞かせたい、改めて言い聞かせたいんですけど、自己責任でしっかり使っていく、ちゃんと人間が、えっと、注意を払って使っていかないといけないものなんだなっていうのを、もう一度ここ自分に戒めとしてね、えちょっと胸に刻むために、ここでね、ちょっと、 皆さんにご共有させていただきたいと思うんですけどまあ何が起こったかっていうとまあこれ去年の話なんですけれどもアメリカの方ではこれ信号赤信号でもオートパイロットで止まる機能って入ってたんですよねでその機能が入る前は人間が特にねあのなんか操作しないとオートパイロットであろうがオートパイロットがオンの状態で赤信号突っ切っちゃうみたいな。 あの今、日本ではそうなんですよ。実は赤信号で全然止まらないシステムなんですけど、アメリカではその止まるか止まらないかの時にこに、人間がね、行っていいよみたいなあの指示を出す期間があったんですね。で、その期間の間に起こったことらしいんですけれども、この見てる感じだと。まあ、いわゆる赤なのか青なのか、まあ、青だったら行っていいよみたいな指示を出すんですけど、 うん、あのトレーニングも兼ねてね。で、そこで赤信号なのに、あの、行っていいよみたいな指示を出して、で、あの、前にいる車に追突して、前の人乗ってる人たちをねこの、死傷させてしまったというようなことが起こったらしいんですよね、アメリカでね。うん。それ2019年のことらしいんですけど、で、それがですね、まあ、裁判沙汰になって、まあ、過失、 致死罪に問われているまあねこれが起こったからテスラのオートパイロット危ないみたいな話も結構ね2019年頃出てたと思うしまああのねこういう事故が起こると大体テスラのオートパイロットって叩かれますけれども、まあ、オートパイロットが叩かれるっていうよりはやっぱりねあの今もそう,だそうなんですけどちゃんとね人間が前に注意を払って扱わなきゃいけないっていうのは まだレベル3でも何でもないし。うん。だからそういう意味でしっかりこういう事故が起きないように、えー、日本で使ってる我々特にね信号で止まったりしないし結構交差点とか白線が一瞬消えるような時ってよくなんか間違えるんですよね車線を。で隣の車にぶつかりそうなこともあったりするんで非常に危ない。で なんか、よそ見しながら使わないようにしようっていうふうに思いました。これを見な見てね。はい。うん、まあ怖いですよね。なんか、知らんうちに前に追突して人をね、死なせちゃったみたいなことになったらね、いくらオートパイロットが便利とはいえね、もう最悪の結果じゃないですか。なんか、人生も狂っちゃうしね。うん、せっかくテスラのこう、先進的な機能をね、こう、使って楽しん、 まあ楽しむ権利があるのになんかそんな残念なねことにならないように気をつけないとなっていうふうにまたこれ見て改めて思いましたうん、まあ、そう最近ねというかまあ3日前ぐらいにオートパイロット使ってた時に起こったことがあってなんか前の車が止まってたんですよね渋滞かなんかでで私の車がオートパイロット、まあ、一般道渋谷 かどっかだったと思うんですけど、使ってたら、前の車を認識せずに、そのままブレーキせずに突っ込みそうになったんですよね。で、私、あだわってて私、ブレーキ踏んだんですけれども、まあ、よそ見してなくてよかったなと思ってて、まあ、よそ見普段しないようにしてますけれども、まあ、万一ね、よそ見してたら、多分あれ、衝突してたんですよ。だから、まあ、オートパイロットも完璧じゃないんで、前の車を認識しないこともたまにあるんですよね。だから、過信すぎてよくないな、みたいな。それ、前の車、たまたま今回ね、 ブレーキランプもついてたし、まあ、渋滞してるの前なんとなく見えてたんでいいんですけど急に前の車が、ね、急ブレーキをかけてでその時たまたまあのオートパイロットが、ね、前の車を認識せずにでちょっと左をよそ見してたみたいなシチュエーションだったら簡単にぶつかっちゃいますよなんでよそ見せずに使,使いたいなって思いました危ないなって今,今後より一層だからこれ多分、ね、放送見てる人も、ね、あのオートパイロット テスラーオーナーの方多いと思うんですけど、お互い気をつけましょうねというふうな <laughs>、ちょっとね、意味合いも込めて、今回取り上げさせていただきました。はい。あ、トニー・スターク。あ、そうそうそう。アイアンマン、そう。トニー・スタークでした。はい。オートバイル途中の信号無視で事故を起こした運転手が裁判で重罪になったのは、裁判所から全ての責任はドライバーという大前提が正式に認められたという意味で大きいでね。確かにね。まあもちろん今はもう本当ずっとそうですよ。 まあ本当にもっとね、完璧なシステムができるまでは人間がね、しっかりと最終的な責任を負うっていう風なね、必要があると思います。まあ一方でね、この前、2日前ぐらいなんですけど、テスラノートパイロット、FSD か、FSD ベータ10.9を3時間ぶっ続けで、ほとんど操作、ほとんどっていうか何も操作せずにね、ハンドルに軽く触れておく程度の操作で、 3時間ぶっ通しで運転できたっていう風なね、動画が YouTube に上がってました。なんで、すげえなっていう風に思いましたね。うん。まあこれがもうね、24時間、も完全に任せられるレベルのオートパイロットシステムまで出来上がれば、いよいよね、人間が介入しなくても、あの、いいようなね、まあ法整備、もう追いついてくればね、そういう風うな感じになってくればいいんですけどね。はい。 まあそれまではやっぱり人間がしっかりと見ていかないとねっていうふうなことですね。うん。はい。ということで次です。はい。折り返し地点ですが、5つ目です。ちょっとここら辺、ギガベルリンとギガテキサス、えっ、ー、と、まあ、ギガファクトリーの話題なんですが、まあ、ギガベルリン。はい。毎週何かしらのニュースをお届けしているギガベルリンですが、 ええとですね、ちょっと新たな動きとして、イーロンマスクが2月中旬にギガベルニを訪れるということをツイッターで正式に認めました。はい。ということは、これを何だ、何を示唆してるんだろうっていうようなことなんですけど、まあ噂されてるのは、まあこのイーロンマスクが訪れるのと同時にプロダクション始まるんじゃねえのということが噂されてます。まあ先月、 というかもう結構前から言ってる通り、ギガベルリン稼働が遅れてます。本当はね、去年の夏ぐらいから稼働する予定だったのが10月になって、11月、12月、で、今年になって、1月に稼働するよって言われてたんですけど、結局1月にも稼働せず、2月になるみたいなね。で、その2月の中旬にイーロンマスクが行くんで、いや、いよいよ本当に稼働するんじゃねえのかと。で、先週のニュースでお伝えした通り、2500台のプレ生産は、あの、 正式にね、ドイツ政府から許可が下りてるんですね。なのでもういよいよもう本当に稼働しそうな雰囲気は出てるんですけれども、さあどうだということで。まあでもね、これイーロンマスクが2月中旬に行くんっていうのは、まあ何かがあるから行くわけで、イーロンマスク、そのツイッターでわざわざ言うってことは、まあ、それなりにね、 え、何かがあるということなんでしょう。期待していいのかな今度こそ。という感じですけれども。まあ本当に2月中旬に稼働開始したら、まああと2、3週間ぐらいですけど、いよいよね。いよいよ。日本にモデル Y が出てくるんではないかということになってくるわけですよね。いやいやいや。しかもこのモデル Y ってのはですね、いわゆるクロスオーバー EV ですよ。で、このクロスオーバー EV はですね、あの、この前の 火曜日かなの生放送でもお伝えした通り、日産アリア、それからですね、アウディ q 4イートロンでね、この、なんていうの、コンパクト s u v セグメントに新しい、ま、ライバルっていうかね、競合としてポンと、えー、入るわけですよ、モデル Y が。すごい密度モエセになるよ、みたいなことを言ったと思うんですけど、そうなってくればですね、日本で買えるクロスオーバー EV の幅がすごい広がるので、ま、ぜひね、 日本早くね、こうクロスオーバー EV であるモデル Y 発表してほしいなというふうに思います。えー、非常にね、日本の EV 市場盛り上がると思うので、テスラジャパンさんよろしくお願いします。非常に楽しみにしております。はい。で、まあね、ギガベルリン。もう一個ね、まあニュースがあるとすればですね、このプレプロダクション、まあ2500台の ま、生産が許可されているんですけれども、そのうちの1台がね、ノルウェーで目撃されているらしいんですよ。で、ここに VIN、書いてある通り、この XP7YG みたいな、こういうね、VIN だったらしいんですけれども、これはね、ギガベルリンらしいです。XP から始まるみたいですね。うん。まあ、あの、フリーモントの、 ギガファクトリーあフリーモントの工場で作られたのは 5YJ から始まるんですよね。で、ギガ上海の場合は LR なんたらみたいな、LR から始まるんですけど、この XP っていうのはね、初めて見る記号なので、これでノルウェーなんで、おそらくギガ,シャン、えー、ギガベルリン製だろうというふうに言われています。ノルウェーでね、見,見られたらしいんですよね。黒のモデル Y パフォーマンスかな。はい。 まあ、いよいよね、あっちこっちでテストされてるみたいです。まあ、日本にもそのうちね、もしかしたらね、デモカーでテスラジャパン用にね、入ってくる日も近いのかなとか思ったりしてますけれども、どうなんでしょうか。はい、非常に楽しみでございます。はい。で、次ね、ギガファクトリーレベル、ああ、ごめんなさい。ギガファクトリー関連で言うと、ギガテキサス。こちらもモデル Y の目撃情報が出ています。はい。え、これ、ね、噂によるとですね、第1クォーターの 最後の方に公式にデリバリーが始まるんじゃないかというふうなことを言われています。で、ギアテキサスね、もうほぼ完成してね、プロダクションも、プリプロダクションが始まっていて、もうね、生産ライン動きそうみたいな感じです。で、認可もほぼほぼ降りてる状態なんで、あとはもうね、あの、工場のラインをどんどんね、えー、ランプアップしていくような感じになるらしくてですね。はい。まあ、 実際にね、あのー、こういうような画像がですね、もう出てます。まあ、これ YouTube ですけれども、ギガテキサスの上をね、いつもドローンで撮影している人が <laughs>、まあ、いるらしいんですけど、この人によると、もうね、ギガテキサスの敷地内にね、モデル Y が、もうね、ずらっと並んでいるらしいです。うん。まあ、こんな感じでね、かなりもうね、生産してるらしいですね。この、 ウォールコネクターにつながれたモデルワイがずらっと並んでますけれども、ここでの注目ポイントは、ギガテキサス製っていうことはですね、バッテリーが4680セルになっているだろうっていうことなんですよね。うーん。ここら辺はどっちがあの生産で入ってくるんだろうみたいなことなんですけど、もしかしたらこの4680セルは最初の生産の時は、 ね、あの入れなくて最初の生産分は2170セル今までと同じバッテリーセルを使う使って、まあ、本格生産ですよね、まあ、多分夏以降になると思うんですけどそこから徐々に4680セルに切り替えていくのかどうなのか最初から4680セルなのかみたいなところが注目ポイントとして出ていますなのでこのね第33月かな 3月から納車されるこのテキサス製のモデル Y。これのね、分解レポート。分解レポートっていうか、多分これは VIN で分かるようになるのかな。はい。世のカステルスレが入っているのか、ここら辺のね、ニュースも注目していきたいと思います。はい。まあ、モデル Y、いよいよね、世界中に浸透し始めましたね。まあ、まだ日本に出てないのかね、ちょっと悲しいですけれども、テスラジャパンさん、ぜひ、 モデル Y お願いします。はい。ということで、次のニュース行くまでちょっとだけコメント。うん、はい。うん。ID4 も日本に入る。確定で盛り上がりますね。アイオニック5もほぼ確定ですし。あ、そうですよね。だから、そっか。えー、だからコンパクト SUV 市場は、日産、アリア、アウディ、Q4、え、ー、テスラ、モデル Y、I フォルクスワーゲン ID4、を、えー、ヒュンデのアイオニック5この5つですよ。日本にね、これだけの車種が入ってくる。選択の幅がね、もっと広がりますね。ID4 とアイオニック5をね、早く公式発表されればいいですけれどもね。まあ、アイオニック5は結構日本中でね、テスト走行が行われてるらしいですね。うん、目撃情報も結構あるので、非常にね、その発表が楽しみにございます。はい。じゃあ7個目です。 テスラソーラールーフ。まあ、久しぶりにね、まあ、車だけじゃなくてたまにはね、ソーラーパネルの話もしたいなということでですね、テスラって車だけは作ってるわけじゃないんですよ。あの、エナジーソリューションも、あの、やってる会社。まあ、あの、テスラの最終的なね、あの、企業、企業、なんだっけ、企業バリューっていうか、企業ミッションはですね、サステナブルな世界を作るっていう、サステナブルエナジーな あの世界を作るってことなんですよねそのための電気自動車だし、そのためのソーラーパネルであり、そのための蓄電池システムが、えー、テスラのブランドとしてこういろいろ展開してるわけですけれども、そのうちの一つ、ソーラーパネルの分野もしっかりとやっていると。で、アメリカの方ではですね、こうやって屋根につけるソーラールーフって商品あるんですよね。まあ、あの、瓦とほぼ一体型になっている まあ見かけもね、ほんと瓦と同じような、えー、見かけで設置できるソーラーパネルと。従来のソーラーパネルって、あの、屋根の上にさらにもう一個重いね、板状のなんかパネルをボーンって置いて、まあ、要は二段構えになるわけですよね。非常に見た目もダサくなると。なんですが、このソーラーパネルはもう瓦自体がソーラーパネルになるという商品で非常にね、あのこれいいじゃんっていうことで、アメリカの方ではね、注目されてるんですが、 まあ結構ね、高いんですよね、これ。導入するとなると、まあ、普通に500万円ぐらいすると、もっとかな、6万1000ドルすると、日本円でまあ700万円近い値段になるんですよね。まあ一応この補助金があるらしくて、アメリカの補助金、カルフォルニアかな、カルフォルニアかなんかの補助金を適用すると4万5000ドル。まあすごい安くなるね。200万円ぐらい補助金出るってすげえですけれども、 まあ500万円ぐらいでね。まあこのソーラーパネルの設置できるということなんですけど、それでもやっぱ車1台分、モデル31台分ぐらいするんで結構高いと。で、今回このテスラローンをえー提案しています。20年ローンなんですけれども、まあすごい低金利のローンで、月々およそ533ドルだったのが335ドルになる20年ローンと。 いうことらしいです。まあ、通常10年ローンか。10年ローンだと533ドルなんだけど、月々。まあ、20年ローンで低金利でや、あのー、いいよということで335ドルになるらしいです。はい。まあ、あの、結構いいですよね。月々だから4万円弱でソーラーパネルが家に設置できて、で、このソーラーパネルはですね、まあ、あの設置する量にもよるらしいんですけれども、8キロワット日中のね、えー、お日様で、 電気を出すと 8kW って結構強いですよ。8000W ですよね。なんで多分あの家で使わない分は売ることになるんだよ、電気を。だから月々うーん3万円ぐらい売れるんじゃないですか半分投資的な、ね、感じで多分買う方って多いと思うんですよね、アメリカの方でも。だから 8kW に中、うーんまあ、 発電して、で、ソーラー、えっ、ー、と、あれか、パワーウォール、パワーウォールに必要な分、夜の、夜電気使う分は充電しといて、余った分は売るということ。で、その浮いた分も結構、あ、売った分も結構そこそこ利益出るし、何さらにまあ自分でね自、自家発電するんで電気代が減りますよねっていう意味で、あ、書いてあったんですけれども、 えっと確か一般的な,なんかアメリカの住宅って電気代すごい高いらしくてなんかねあの2万円200ドルぐらいするらしいんですよすごいですよねアメリカって電気代高えなと思うんですけど月々2万円ぐらい200ドルぐらいかかるらしいんです平均でだからそれを考えたら月々3万円ででさらにね電気を売ってまあテスラ車乗ってたらねテスラ車の充電もできて みたいなことを考えたら、まあ悪くないですよね。みたいな。だから、日本でもね、このソーラールーフ売り出して、これぐらいのローンが出てきて、一軒家持ってる方とかだったら、まあ割とありなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。特に田舎、郊外に住んでる方とかね、日当たりがいい場所に住んでる方は、結構お得ですよね。うん。まあちなみにこの335ドル月々っていうのはね、そのソーラーパネルと、さらにパワーウォール1個。 を入れた値段らしいんで、パワーウォールも付属してこの値段。うん、結構いいですよね。っていうような。まあ私も一軒家に住んでね、住むことになったらね、これ導入したいですね。はい。みたいなことをね、えー、この記事見て思いました。皆さん一軒家持ってる方いかがでしょうよかったらね、えー、こういうのが出てきたら設置してみてはいかがでしょうか。最近ね、あの、 なんだろう、一軒家住まわれてる方で、テスラのパワーウォールつけてる方は、ちょくちょく見かけますね。うん、ツイッターとかで。だんだん入り出してるんですよね、日本でもね。うん、まあ。蓄電システムいいですよね。現在、すでに他社のね、ソーラーパネルとかつけてる方は、蓄電システムとして、テスラの,ウォールあのパワーウォール、うん、いいって思います。テスラは自動車にエネルギー関連の方が本業でしょってね。うん、まあ、あの、自動車も入れてエネルギー、 えー、エネルギーカンパニーかな。うん、まあ、テスラってまあ、カメレオンみたいな会社なんで、AI カンパニーでありエネルギーカンパニーであるんですよね。うん。まあ、その中の自動車みたいなね、感じかな。はい。まあ、テスラが最終的にね、その、充電、車が蓄電池として使えるようになるみたいなのをね、サブスクーサービスとかで始めたらですね、 もう世界中がもう蓄電システム、あの、小型蓄電システムになるわけですよね。移動する蓄電、もう分散型蓄電システムみたいな感じになるんですごいことになりますよね、きっと。もしそういうようなね、システムを作ろうとしてるんだろう、テスラがね。で、その電気の売り買い、保存するための えー、その保存、一時的にね、グリッドから電気保存しておくために使あのー、車をね、提供するとかそういうのも全部ブロックチェーンとで管理してね、自動でそれが収益化されるみたいな未来も、な、ありそうですよね。はい。まあ、夢が広がりますね、将来。はい。じゃあ、最後のニュースでございます。8個目。新型モデル X プラット。 が台湾で目撃されましたというニュースなんですけれども、はいまあね、この動画、まあ、モデル X のプラットを、ね、待っている方も日本では多いんではないでしょうかあ。ちょっとね、CM が入っちゃいましたけれども、まあ、あのモデル S とモデル X のプラットはですね今、もう在庫が全然なくて、ですねもう1年待ちみたいな、1年以上納車までかかるよみたいなことになっているんですけれども、 まあ一応台湾にですね、このリフレッシュ版のモデル X が出てきたということで、このね、新しいモデル X、なんとね、中国だけだと思うんですけれども、充電プラグが c c s 2に変わってるらしいです。これすごいよね。うん。モデル X もいろいろね、あの、変わってきてますよね。プラットになってから。ここら辺のデザインがちょっと変わったりとか、まあ中の内装もモレスも,もちろん、モデル S プラットと同じように、 めちゃくちゃ先進的な、まあ、ヨークハンドルで画面も横型になってみたいな感じですよ。ねこんな感じはいはいはい。まあ多分ねあの写真の部分とかも結構強化されてたりするんじゃないですか乗り心地とか変わってるんじゃないでしょうかね。うん。やっぱりこの充電口のところがやっぱ面白いなと思ったのが。 あの開き方がモデル3と違いますよね充電プラグが開くところちょっとね動きが見てくださいこれ今見ましたこれこの,この動きすごい滑らかじゃないですか開き方が多分モデル3はもっとウィーンガチャンみたいなね雑な開き方締まり方なんですけれどもこれねウィーンスパンみたいなあの丁寧な開き方なんで充電口の開き方もねやっぱりこの辺もなんかちょっとあれですね やっぱ1000万超える車。<laughs> 一応ね、モデル X なんで、上位版ってことでね、その辺もいい感じになってますね。はい。面白いですよね。はい。まあ、日本でいつ来るでしょうか、モデル X プラットね。はい。まあ、欲しい方はね、予約だけしておけばいいんじゃないでしょうか。ちなみに、モデル X プラットがいくらになるか、日本での値段が今ね、伏せられてるので、 全く持っていくらの車になるのか分かんないんですけど、おそらく1500万とか700万ぐらいするんじゃないかな。うん。はい。ちなみにね、あの、モデル X プラットのレビュー動画もこんな感じで上がってるので、気になる方ね、あの、YouTube で見れるのかな、これ。モデル X プラットレビューとかでね、見てみてください。まあね、あの、外観はあんまり変わってないかな。 ただ、ウィンカーがつく位置がね変わったらしいですね。今まではねこの下のところがねピカピカ光るようになってたんですけど、今はねこのヘッドランプの中がねウィンカーで光るようになったらしいです。はいまあ、その辺、結構変更点があったりとか、あとねドアトリムとかも全部ねあのブラックマット塗装に標準でなっているので、まあ、その辺も違うかな。うんまあ,あとね、ねもちろんこういうふうにモデルスプラットと同じヨークハンドルで、画面も横型ですね。はい みたいな感じらしいですよ。めちゃくちゃクールですよね。で、SUV なのやっぱり高いですね、車高が。うん。視界がめちゃくちゃいいですね。はい。でね、あの、これ上、あの、これバックミラー細いですね、結構、モデル Y。前からこんなんでしたっけね。なんか、めちゃくちゃよ横長だけどめっちゃ縦、細いっすね。<laughs> はい。 で、あとね、あの、キャビンカメラよく3つついてますね、ここ。わかりましたインカメラっていうかのキャビンカメラ、ここのところ。はい。まあ、モデルスプラットなんでね、新型からキャビンカメラもモデルスリー同様についてるということで、まあね、あの、これ日本に入ってきてね、もしね、テスラジャパン、ショールームであの試乗をする機会を得られればですね、ぜひ試乗して皆さんにね、あのレビューとかもしてみたいんですけれども、はい。 ま、こんな感じでございます。楽しみですね。日本に来るのも。はい。というニ,ニュースでございました。あ、スパチャありがとうございます。トシさんの活動に感謝ということ。いや、皆さん、ありがとうございます。アニベゼルさん、スパチャね、えー。こちらこそね、いつも見ていただきありがとうございます。はい。これからも頑張っていきたいと思います。はい。ということで、今日の最後のニュースですけど、ニュースというかね、トピックですが、 まあ、ホンダの社長が語るトヨタの戦略ということでね、ちょっと面白い記事見つけたので、ちょっとご共有させていただきたいなという思いますけれども、まあ、ホンダといえばですね、完全に電動化に踏み切った日本メーカーですよね。もう唯一の日本メーカーかな。日産とトヨタ、それから他のメーカーはですね、100%電気自動車にするとは言っていないです。トヨタも電動車には するけれども100%電気自動車にはしないということを言っているのでまあホンダはねこの三部さんかな三部さんになってからですね2030年までに発売する全ての車を電動化しますということを掲げていますよねはいでこの三部さんがねトヨタがね最近発表したまあいわゆる電動化戦略結局それって実現 不可能だね、みたいな、えことを言っ、あの、水素ですね。水素に関する、え発表、電流、戦略っていうのは、それは無理だよね、っていうことを言ったということですね。で、あの、実はでも、ホンダもですね、電動化戦略、2030年までに完全電気自動車にすると言ってるんですが、そのうちの、ある、ちょっとは、ある程度は、水素も入ってるよってことも言っているんですよね。 でも、この水素っていうのはですね、ホンダの、この三部さんが言うにはですね、いわゆるまあ工業車とか、バスとかですね、それからトラックに使われる、そういうところに使っていくのがベストだよね、そういう意味で、2030年までに FCV も入ってるけど、まあ、そこはね、あのうまく切り分けていくよということを言ったんですが、一方、トヨタはね、相変わらず未来、 をはじめとした乗用車に水素、水素燃料電池車を使っていくみたいな戦略は変わらず取っているということで、まあこれはもうちょっとナンセンスっていうことを、まあインタビューで語ったということです。簡単に言うとね。はい。まあ確かにそうですよねと私も同感です。はい。まああの、まあでもね、これってトヨタとしても ま、多分ね、あの、引けに、引け、引くに引けない状況だから、しぶしぶやってるとは思うんですよね。別にもうトヨタも、100もわかってると思うんですよ。もう水素はダメだと。水素ステーションも、10年前ぐらいから一応ね、国と一緒に水素だって言って作って、未来もね、まあ、10年前ぐらいに初代未来を出したわけじゃないですか。で、どうでしょう、10年後の今。水素、燃料電池車、乗ってる人はどれぐらいいるでしょう。水素ステーションを、どれぐらいインフラが、 全国にあるでしょうかっていう、実際のところを見るとですね、悲惨な状況だし、まあその原因はね、まあコストの面もあるし、技術面でもやっぱりね、あの、まあ微妙。うん、まあ、微妙っていうか、まあまあそう微妙ですよね。スペース空脂。BEV の方がいいよねみたいな流れじゃないですか。で、もう多分トヨタもうやめたいと思うんですよね、水素。水素やめたいんだけれども、 もう国と一緒にやるっていう風な、多分もうお約束をしてるんですよね、国の人たちと。な、でも、水素ステーションこんだけ作って急にね、もうやめますってことも言えないし、あと、ね、国と一緒にやってるんで、かなりの税金がね、こう投入されてるわけですよ。いろんなね、水素ステーション作るだとかね、水素、水素燃料電子車を買うのに補助金ってめちゃくちゃもらえるんですけれども、そういうところに税金大量に投下されてて、急にやめるわけにいかないもん。 はい。あの、天下り先にもなってたりするんでね、トヨタの。はい。ああ、国のね。はい。なので、もう、だから負の遺産ですよね、いわゆるトヨタにしたらね。まあだから、まああんまりもうここには、トヨタはもう悪くないと思います。この、これに関しては。もうかわいそうです。む、むしろ。はい。トヨタがかわいそうですよ、これ。うん。なので、 多分ね、やる気ないと思うんですけれども、ダラダラ一応やってる感じを出すってことで、一応水素を入れてるっていう感じなんじゃないでしょうか。はい。まあ、い本ホンダのね、このビベさんもそういう状況分かって言いながら、ちょっと意地悪だなとかいうふうに思いますけど、個人的には。はい。まあ、そういうことだと思います。なので、今ね、そういう状況を知らずに、まあ、日本のこれから、 日本を代表する技術は水素燃料電池で世界を、の波形を取るのは燃料電池だっていうふうに思っている人はもうちょっと時代を読めてない。時代も読めてないし、うーん、このトヨタの考えている、やろうとしていることとか状況を読めてない人の発言かなっていうふうに思うので、ぜひね、まあ少なくともこのニュースを見ている方はね、あの、なんか、 間違っても水素、水素はこれから日本をあのがあの世界に向けてどうのこうのみたいな覇権を取り行くための最先端技術なんだっていうふうな勘違いはしない方が、してほしくないなというふうに思います。はい。もう流れは完全に BV ですね。はい。ぜひね、この辺もいろいろね、私のこういう発言とかニュースだけじゃなくて、ご自身でいろんなニュース、 え、ググって検索してみてください。はい。あの、いろいろわかると思います。はい。まあ、今日はこんな感じかな。はい。ということで、今日のテスラニュースは以上で終わりにさせていただきたいと思いますが、いかがでしたでしょうか。はい。え2月から日本に乗車するテスラモデル3は ETC アンテナがバックミラーの横に付くようになりますよ。あ、そうなんですね。ついに、そういう風うな感じになったんですね。今までほら、 テスラの納車された ETC って全部、なんかダッシュボードの端っこの方について、昔の一番最初の初代モデル3は、ダッシュボードのど真ん中にねついてたりしたんで、結構ね、ダサかったんですけれども、私はね、ダッシュボードのところについてたんで、自分でこうアンテナ移動したんですけれども、ついにね、あれなんですね、移動ってか、最初からね、アンテナのところを上につけてくれるんですね。嬉しい素晴らしい、う。ん 以前モデル3ロングレンジ納車したら動画協力したいと言ってたものですがはいはいはいえっ、ー、とんロンガ登録していったもので2月末納車予定なので詳しいことにまたリイムさせていただきますコメントよろしくお願いありがとうございますぜひねあのそのライゼンチップの入ったモデル3を見せていただけるなら私もぜひね動画にしたいと思,思いますよろしくお願いします 初代未来は普及させるという意味でいろいろ面白いし、当時としては激安だったし、今出た中古車も激安だから結構好きだけど、新型未来はすごい大数上げたい欲が見えてあんまり好きじゃない、ね。うん、なんか新型未来はあのレクサス、LS がなんかベースになってますよね。顔とかも結構 LS に似てるしね。うん MD Ryzen になってよかったね。Ryzen になってよかったですね。ただね、そのモデル3に、もしね、あの、分かれば知りたいなと思うんですけど、モデル3に入っているのが、その GPU が搭載された MCU なのかどうなのかっていうことですね。うん。Ryzen の Zen1 の,の CPU が入ってるのはもう間違いないんですけれども、プラス、この Navi23 が搭載されているのか。うん、ちょっと気になります。はい。まあ、この辺がですね、 わ、えー、からないなと。ね、Navi23 が入ってればいいですけどね。うん、そして終わるところだったりあって、パンさんね、ありがとうございます。<laughs> ぜひねあの、今日は何気にライブ始めました。あ,そうなんですありがとうございます。ぜひあのアーカイブで見てみてください。あのこのライブ放送もね、あのなんだろう、このカーソル、再生のカーソル左にすれば最初から見れますんでね。はい とということで、ね、今日も皆さん夜遅くまでライブご覧いただきありがとうございましたあちなみに来週なんですけどもちょっとね日曜日ちょっと用紙が入ってしまいまして来週はですね土曜日の夜土曜日の夜8時からお送りしたいと思いますので、まあ、よかったらね見に来てくださいご都合合わない方はねよくあのぜひねアーカイブであのご覧いただければと思いますので、まあ、来週だけはねちょっと時間変更でお送りしたいと思いますはいというわけでね日曜の夜この後皆さんも 良、えー、い夜をお過ごしくださいどうもありがとうございましたまた来週お会いしましょう